こんにちは、Kファームです。今回はこのいつも餌に使っている、まあ、ミキサーのグリスアップをしていきたいと思います。で、まあ、これ本当はどのぐらいの頻度でやったらいいんですかね。まあ、一応こうやってオイル入ってて自動でこの中にチェーンあるんですけれども、そこには自動で入るようになってるんですけど、かかるようになってて、まあ、それ以外に、まあ、ほとんどこういうところのニップルはつけないんですけど、まあ、ジョイントとこのチェーンにも、チェーンのベアリングにも、ね、届くようになってますね。この辺と、まあ、やっぱり排出ですね。排出のところが結構グリスが切れ気味になりますよね。なんかここがこんな錆びてるって珍しくないですか。普通の機械使っててもう餌とかがすぐ当たっちゃうのでグリスがもうすぐ取れちゃうんですよね。でこっち後ろ来て、これは中のオーガなんですよね。もうオーガ2つ分のベアリングがここにあって、まあ、ここ一番重要かもしれないですね。結構いつも20回ぐらい入れるので、でこっち側は正直開け閉めしないので、まあ、僕はこっち側はやってませんね。もう本当だからやってないせいでものすごい錆びてますね。で、あとここ3箇所ですね。ほとんどないんですよね、ミキサーって。だから結構簡単なんでやってきて、一番ジョイントがめんどくさいっていうところですね。で、いつもやるときは、PTO を回して、いつもやってますね。少しでも、まんべんなく、こういうところとか、動いてれば、まんべんなく、濡らさると思うので、グリスが。一応、この辺とかも回しながらやってって感じですね。ちょっとそれでは、準備してやっていきたいと思います。はい、一応完成ですね。本当にやっぱり10分15分ぐらいで、まあこれは終わっちゃいますね。結構刺すところがやっぱりこうやって少ないので、で回しながらやると本当にこうやって分かりますかね、前面にグリスが出てきてる感じあって、まあこうやってうちミキサーやるときはこうやって回しながらやってますね。それでもやっぱりまあこういうところとかチェーン動いてるので、まああんまりよろしくはないかもしれないんですけど、まあ、ベアリングにとってはいいかなと思ってやってます。一応こんな感じですね。それではこの辺で終わりたいと思います。よかったらチャンネル登録やいいねもよろしくお願いします。それでは失礼します。